どころ地で大歓迎、オホッピーとの再会も米大リーグの投手は3日、日時間4日、敵地戦に1番 DH で先発出場した。昨季までの4どころ地、タジアムで公式戦では初登場。初回第1打席の前に見られた感動のシーンに、火のファンからちょっと泣きそう、涙出そうになっちゃった。この涙は何なんだろうと次々に感動の声が上がった。大谷がグラウンドに現れただけでスタンドからは大歓声。打席では捕手のオホッピーと軽くハグを交わす場面もあった。大型ビジョンには2度の MVP など大谷のでの偉業の数々が表示される中、スタンドのファンは立ち上がって声援を送り敬意を示した。中継カメラには涙目のファンも抜かれている。この模様を公式の X、旧Twitter が動画で公開。で、最後に出場してからちょうど1年、翔平大谷がタジアムに戻ってきたと紹介すると、X 上の日のファンは、こういうのはめちゃくちゃ弱い。ちょっと泣きそう。大谷さんへの歓声にゾワゾワゾワってして涙で、そうになった。なんでかわからないけど涙が出る。この涙は、何なんだろう。お帰りと反応した。ただ表彰などはなかったことに、特別なものはまさになしか、という声も。いずれにせよ、異例の歓迎を受けていることに間違いはない。大谷は、第1打席、1ゴロに倒れている。ザ・アンサー編集部。